藤匠六段、稲葉明八段に勝利し、竜王戦挑戦者決定戦に進出。に対するネット民の反応、藤井聡太竜王への挑戦者を決める第36期竜王戦本戦の準決勝、稲葉明八段と伊藤匠六段の対局が27日、大阪市の関西将棋会館で行われ、113手で伊藤六段が勝利を収め、挑戦者決定3番勝負進出を決めた。この二人は昨年の本戦でも顔を合わせ、稲葉八段が快勝している。本局は、先手となった伊藤六段が相掛かりに誘導、昨年とは全く違う将棋になった。序盤、不得を果たした伊藤六段だが、稲葉八段が先に攻撃体制を作り上げ、形勢をリード。伊藤六段はひたすら耐える展開を強いられた。ところが、慎重になりすぎた稲葉八段がもたついている間に、伊藤六段が反撃のチャンスをつかみ、逆転に成功。最後は鮮やかに寄せ切り、昨年のリベンジを果たした。挑戦者決定3番勝負は、伊藤六段と永瀬拓矢王座との間で行われる。第1局は31日。先に2勝した方が、藤井聡太竜王への挑戦権を獲得する。稲葉投了。伊藤匠の竜王戦ドリームは続く。永瀬は稲葉より伊藤匠とやる方が嫌だろうな。ここで負けたら確実に王座戦に響く。投げたー。伊藤匠おめえ稲葉を打つ。伊藤匠粘り強かったぞ。このまま挑戦行ってくれ。稲葉は1号不本得意が残るな。相変わらず1組優勝者は本戦で勝てないよな。たっくん、おめでとう。次も頑張れ。竜王戦ドリームからの伊藤匠と藤井竜王のタイトル戦死ぬほどみたいな。5組からの超決は初なのか。永瀬は4組から超決ってたけど5組からは初か。てかすぐ決勝やるんやね。なめ方四段以来の竜王戦ドリームの再来だな。しかし稲葉の1号歩は魔が差したとしか思えない手だったな。第36期竜王戦超決。1組3位永瀬拓矢2期ぶり3回目。5組優勝伊藤匠3期目で超決初進出。伊藤匠すげえな。5組優勝で決勝トーナメント最下層から挑戦者決定戦まで這い上がってきたのか。藤井のライバルになりうるのはやはり現時点で伊藤匠が最有力。伊藤匠はしかしなんであんな変態すぎる形と序盤で勝ったのか。普通に作戦負けだっただろ。これはもう世代交代かねえ。ハブ世代を自力で倒すことのできなかった今の30代にはもはや出番はないんだろうな。ほう伊藤くん2分残しきったまま逆転勝利かっこいい。広瀬さんを破り稲葉さんを破り次は永瀬さんに2発入れねばならんのか。大変だな。5組からの超決方め。竜王の間にたどり着くには王座を倒さなければならない。ゲームや漫画みたい。藤井世代今期成績。聡太76勝3敗 0.842。伊藤匠65勝2敗 0.882。高田44勝3敗 0.823。この年齢で7段は出世が早いな。藤井がおかしいだけで伊藤匠も普通に名人候補と言われるレベルの若手なんだよな。まあ将棋成人は別格だから地球代表候補の若手としては筆頭だろう。アベマは、こっちを中継してほしかった。ドラゴンクエストの主人公は伊藤匠だったか。ちょっと前は主人公があの子だったのに、今では大魔王になってしまって。伊藤匠クエストはもうちょっとだけ続くんじゃぞ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。